大人の世界にようこそ。はい、クラブマーキュリーを視察しに行くって言ったら、ヨーダちゃんがね、ちょっと私はみたいな感じでちょっと言ったら、まじま一人で来ました。そしたらなんかユキちゃんがね、ちょっと酢を買って、お酢を買ってきてくださいよみたいなこと言われて、どこもお酢売り切れやな。この前とユキちゃんの視察自身が冷めてしまう。ねえお兄さん、遊んでいかない？すごいなんか露出度高いよこの子。今忙しいからまた今度な。他当たってくれや。残念。これがもしかしてマーキュリーのナンバーワンとか？まさかな。ちょっとどうなんだ。ところでお兄さん、さっきからこの辺うろうろしてるけど何か探してるの？ちょっとお酢を探してるんやけど、どこも売り切れてない。お酢、それならうちの店にあるわよ。何やって？ほんまか？それ売ってくれんか？もうそんなの無料であげちゃうわよ。仕方ないな。お酢、マーキュリーに行くの？クラブマーキュリー。マジマはそれを知ってか知らずか、マーキュリーの中に潜入。ねえや、水割り一杯で結構酔ってしまったな。お嬢ちゃん、俺そろそろ帰るわ。もうもっと遊んでってよ。人待たせとんねん。あと約束のあれくれや。もうあれの前にね、わかるでしょ。何？なんや、まだサービスが。違うわよ、お会計よ、お会計。お客様、本日のお会計10万円でございます。10万円？俺水割り一杯飲んだだけやで。よそのテーブルと間違えてへんか。ぼったくり？もしかしてぼったくりバー？いいえ、間違えておりません。当店では水割りの値段が10万円ですので。そないなアホなことあるかい。ぼったくりやないか。俺はその田舎で絶対に払うんからな。申し訳ありません、お客様。それでは多少手荒いマナーになりますが、こういう店なのか、マキリは。お会計をしたくなるよう痛い目を見てていただかないと。何？なるほどね。お、戦闘なんの？ワイを誰がと思ってんね。よし、ちょっと究極闘技でね、散々やられてもうこっちはうっぷん溜まっとんじゃん。これがさっぱりもう究極闘技ではもう OK。 なんだ、マイケルはぼったくり戦だったのか。深海探検コースとかって言って、これでまだ俺からぼったくる気か。めっそうもない。失礼しました。まったく偉い目をたな。あ、土作戦に紛れてお相撲らの忘れてしまった。リキちゃんに文句言われてしまいそうやな。ここはマーキュリー、マーキュリー、マーキュリー、ファイブスターの水村の店やないか。やられたわ。水村ってどういう人でしたっけ。あのなんかちょっと初老の人でしたっけ。帰ったで。あ、真島さん、お帰りなさい。いやいや、とんでもない目に遭ったで。とんでもない目。そうですか、マーキュリーでそんなことが。ヨダちゃん、そろそろ話してくれんか、マーキュリーのこと。なんかね、隠してるみたいなんですよね、ヨダちゃん。私は何も知らないです。拡散で、マーキュリーの名前が出るたび、ヨダちゃん分かりやすいほど口を盛るからな。何や、秘密にすることがあるんやろ。それは、ヨダちゃん、ファイブスターを倒すためや。知っとることあったら教えてくれんか。
なんか開いたよ。あ、これいいのかな。話したくないのなら、わしから話そうか。誰や。この子の。水村さん。水村さん、マーキュリーだ。水星なのかな、マーキュリー。この前はじっくり見れなかったが、いい店が持ったな、ようだ。水村さん、どうしてあなたはそんな風になっちゃったんですか。ああ、なんか過去にもしかして師弟関係とかぼったくりをしてるだなんて、昔のあなたが聞いたら悲しみますよ。水村さん、もう戻れないんですか。あの頃のようにまた私に水商売というものを教えてくださいよ。あ、やっぱり。ようだよ、人はな、変わるんだ。昔みたいにもう戻れん。ああ、ファイブスターの水村藩がサンシャインに何の用や。昔話でもしに来たんか。ただお客様に礼を言いに来ただけだ。うちの水割りはさぞうまかっただろうからな。ああ、おう、水道水見てでうまかったで。おまけに食後の運動までできて至れり尽くせりやったで。皮肉ですね、若造が。そんな血気盛んな和光堂に一つ忠告してやろう。忠告やだ。ファイブスター枠だ。ああ、それ分かっててファイブスターやってんですね。じゃあ、だが悪に立ち向かうことが必ずしも正しいとは限らない。正しいわけではない。何が言いてんや。うん、逆らわない。ね、長いものには巻かれろみたいな。このわしのようにね。それどういう。あら、あ、水村さん、こんなとこにいた。お、響き。まあ、一人で散歩しちゃダメよ。水村さん心配したんですからね。うん、そうか、すまないな。すいません、どうもお騒がせしました。さあ帰りましょうか。うん、ああ、じゃあな。もう二度と会わないことを願っているよ。この人一番なんか願い優しそうですね、なんかね。水村さん、それにしても驚きやな。陽太ちゃんと水村がまさか師弟関係やったとは。うん、いい、まあまだ話してくれる気にはならんか。私がこの業界に入った頃、師匠ね、そうなんか、夢を語り合った、そうか、それなのに今ではファイブスターに行って黒く染まってしまった。今は変わっちゃったね。私はその事実がどうしても受け入れられなくて、それでだから行かなかったんだ。それで今までマーキュリーについて言いづらそうにしとったんか。はいはい、ヨダちゃん、話してくれてありがとうね。いや、その通りやで。まったく運命共同体、仲間なんやからね。うん、真島さん、ありがとうございます。あの真島さん、陽太さんまでこんなとこで何してるんですか。はあ、ゆきちゃん、今俺らは男と男の大事な話しとんね。邪魔せんでくれや。男と男ってそんなオスの話よりも今オスの方が大事なんですよ。なんかね、酢飯を作れたのなんか言ってて、買ってきてくれたんですよね、お酢。忘れとったわ。お酢、あんまキャバクラでお酢必要なことあるかっていう気もするんですけど、まあまあそこはね。あの、また
何やって？ないや。また先生作っとるんか。そうですよ。この前誰かさんのせいでおにぎりパーティーになっちゃいましたから。すまん。今回は愛ちゃんも手伝ってくれてるんですから、絶対にお酢手に入れてきてくださいよ。わかったわかった。じゃあちょっくら行ってくるわ。またお酢買いに行って、あれかな？じゃあ、いよいよ対決になるのかな？あれ？ジュピターをなんか攻めてたつもりだったんだけど、マーキュリーじゃなくて。なんでお酢どこも売り切れやねん。またユキちゃんに怒られてしまうわ。よう考えたら、なんで支配人の俺がこんなお使いのみたいなことせなあかんねんや。ここもお酢売り切れなんですか？え？ん？この声は。どうしよう、水村さんのためにいなり寿司作ってあげようと思ったのにな。あ、響き。あれはマーキュリーの響きやったっけ。あら？あら？ばったり。そう、どこもお酢が置いてないんだよなっつって意気投合みたいな。お互いお酢を探してるなんて奇遇ですね。せやな、そっちはいなり寿司か。うまそうやな。うん、私が作るのは特に美味しいんですよ。水村さんの大好物なの。えらい慕っとるみてやな。渋くてかっこいいしね。あんまり働けない私の事情を理解して。あまり働けない子。実は年の離れた弟がいてね。それにもともと体が強くないし。いい人なんだな水村さん本当は。だから感謝してるし恩返しをしたいと思ってる。ぼったくり店で明かされとってもか。それ自覚してんだ。そうね。そんなことなかったんだ。奥さん亡くしてから旦那と変わっていったの。何やって？奥さんを亡くした。当時はマーキでもキャバクラじゃなくてキャバレーで。でも突然奥さんがいなくなって。月山から誘われてマーキュリーはファイブスターの仲間になったの。奥さんを失っちゃってね。ええ子やないか。ええ子や。そうか、そんな大事な話敵である俺にしてもよかったんか。どうかな、今のは全部ただの独り言かも。えらい長い独り言やったな。よっしゃ。なんか言ったか。なんでもない。そうか、それじゃあね、真島くん。またああ。あのじいさんを倒すことがあのじいさんのためでもあんのかな。水村さんのね、陽太のためにもなるしね、それが。やれやれ、話し込んだら遅くなってしもたの。お酢買ってない。お酢、水村さん、新たなやり方間違っている。お、うん、目的のためには手段を選んでみられん。言うだ、お前にもいつか分かる時が来る。絶対に分かりたくない。水村さん、私はあなたを絶対止めてみせます。たとえあなたを倒すことになろうと。いい目をするようになってな。いいだろう、全力でかかってこうと、かかってこい。ファイブスターに魂を売ったわしに、何もかも金繰り捨てたマーキュリーに、お前の夢物語で勝ってみせろ。
勝ちます。お、勝ってあなたが間違っていることを証明してみせます。いや、じゃあね、ようだ、次会う時を楽しみにしてるぞ。はい。ヨタちゃん、あ、真島さん、お帰りなさい。もういつまで出歩いてるんですよ。さあ、今日もちゃっちゃか店の準備しますよ。テキパキテキパキ、お客さん待ってくれないですからね。そうやね、今日も一応頑張るか。はい。あ、真島さん、お酢は今度こそお酢買ってきてくれましたよね。しっかり忘れとった。ゆきちゃん怒っちゃった。いいじゃない、またおにぎりもね、おにぎりもいいじゃないかね。塩おにぎりとかいろいろ、ほら、海苔のやつと塩だけのとかいろいろこうね、シンプルながらにおにぎりも深いからな、あれもな、なかなか。よし、じゃあというわけで、待てよ、ジュピターをぶっ倒そうとしてんのに。よし、ジュピターも結構増えたぞ、うん、お、3000人突破やったな。はいはい、こうなるとそれぞれ気づかないやつがまた動いてきそうやけど。あの、あ、来た来た来た、ついに対決かな、うん、お前はジュピターの錬金の先、あ、錬金の先、うん、その呼び方恥ずかしいからやめてほしいな。今日どういう用件や、さきちゃんだけか。うん、うん、今日気づくから、あ、やっぱり来たか。よし、うん、キャバクラバトルでな。はい、よしこっちだって愛ちゃんが一人でフル回転で頑張ってくれますからね。ふふ、負ける気がしません。自分はどうしたんだよ。ゆきちゃんも頑張ろうよ。おかしい、ここいいお店だね、勝負の日が楽しみだよ。それじゃまた。チカはいないんだ。 それで、そっか、順番的に言うと本当チカはまだここにいちゃダメな人だから多分あれなんだな、うん、いがるさめがな子やな、強敵になりそうや。出勤メンバーを揃えたり入念準備を整えてから挑みましょうね。よし、ジュピターとの対決だ。よっしゃ、ジュピターね、いってぶつかったろかい。じゃあ、うん、早速いけるいける。だってね、何でしたっけ、あの2番目に強いやつをだって破ったことなんだから。うん、しかも雪抜きで勝ったんだからね、こっちはね。うん、雪もいて、アイちゃんもいて、もうそこで負ける気がしないもん。あ、ちょっとゆきちゃんちょっといまいちだな。じゃあ今回はちょっと、今回は1軍を温存させる日にしよう。じゃあちょっと今回はちょっと2軍メンバーだからな、ちょっとちょっとここは悦子さんにちょっと頑張ってもらわないとね、うん、もう核となる人だから、うん、核となるジュピターにじゃあ格となるエスコさんなのになぜかあの一番後ろにいるっていう。いらっしゃいます。とてもじゃないけど一番前にちょっと置けるような。そう、なんとかごまかせるから前の人たちに目がいって。ちょっと一見気づかないよみたいな。一見気づかないから本当。よしよし。いい調子だぞ。よし、じゃあ早速やってみっか。あ、おばあちゃん調子悪いじゃん。ちょっとおばあちゃんはじゃあ今回休ませよう。ちょっとさすがにね。おばちゃんちょっと酷使しすぎたからな、ちょっと、うん、いくらトークが立つからといってね、もうナンバーワンがいればもうおばちゃんが出る幕もなく。よし、これでいってみよう。じゃあ早速いってみますね。ライバル戦、ジュピターとの戦い。はい、あいつです。おい、こいつこいつ、ユウサンシュン、てめえら俺らの忠告も聞かず随分好き勝手やってくれるみたいじゃねえか。よっぽど死にてえみてえだな。
クラブジュピターの傷か。俺らはただ純粋に商売するだけやで。お前らのとことは違ってな。うちのヨダちゃんに手出したこと100万倍返しにして返せるからな。てっきり乗り込んでくるかと思ったが、仲間がやられてもやり返しに来ねえとはね。ビビったのかこの紛れね。おい気づか、お前まさか口喧嘩しに来たわけやないよな。どっちが負け犬かはキャバクラバトルで決めようや。ちっ、てめえに言われなくても分かってる。生きながらにひねり潰してやるよ。楽しみにしとけや、負け犬ちゃんよ。楽しみにしとくわ。犬に手噛まれて泣きまめくお前の姿をね。ちょうどそろそろ始めるで、サンシャイン、営業開始や。はい。よし。うん。こっちはフルメンバーだからな。うん。まあ、おばちゃんがちょっといないっていうのがちょっと、うん。まあ、おばちゃんはちょっと今回ね、うん。温存でちょっとね、うん。ちょっと女の子に褒美を渡すしかね。あ、でも1秒だ。残り。なんとかなるだろう。よし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 、うん、勝ったぜ。ジュピターも倒しました。おお、アイちゃん頑張った。アイユキ、地下がちょっとね、まだ、うん、まだね、ちょっと入ったばっかりだから。ありがとうございました。よし、ついに牛も倒したぞ。牛野郎もね。この俺が負けた。ユキちゃん、アイちゃん、お疲れ様。よう頑張ったな。チカちゃんはね、ちょっと。はい。はい。緊張したけど頑張りました。ゆきちゃん、緊張すぎて白目向いてたよ。え？え？嘘？嘘だろ。嘘ですよ。うるせえ。そっちじゃないよ。俺が負けたなんて嘘だろ。ごめんなさい。それ本当です。そこはきっぱりね、きっぱり。そうか、本当に俺は負けたんだな。プッ。ぐはっはっは。ん？似合って？何がおかしいや。いやー、悪い悪い。少し気が抜けたら、なんだかおかしくなっちまった。気が抜けたって。よし、じゃあ次は男同士拳で勝負決めるとしようぜ。やっぱ最後はそうくるんだな。はぁ、拳って何言っとんねん。もう勝負はついてやろ。何のために俺らキャバクラバトルした思っとるんや。がはは、米系ことは気にすんなって。もともとよ、俺キャバクラバトルなんてめんどくせえこと性に合ってねえんだよね。男はやっぱり拳で白黒つけねえとな。はあ。え？どうかしたの？昔の木塚さんがやっと戻ってきた。大手出るわ、真島。男らしく体でぶつかり合うぜ。はあ、何言っても聞き入れてくれそうないな。前、俺かてキャバクラよりも喧嘩する方が得意やからね。おお、よし、それじゃ決まりだ。行くぜ。よし、うん、むしろそう願いたいみたいなね、うん、終わりだ、今度こそな。よし、うん、きっちり。さあ、いくらくれるんだい、お宅はいくらくれるんだいみたいな。はあ、はあ、ぜえな、あんた。お前もな。くっくっく。うわあ、負けだ負けだ、乾杯だ。キャバクラだけじゃなく喧嘩でも負けるとはな。え？うわ、いきなりこれ始めましたよ。ケダと呼びましょうか。うん、呼ばなくても大丈夫。これが本来のジュピターの支配人、木塚さんの姿だから。
最初への真島、あんたやるじゃねえか。いいパンチだったぜ。あ、なんかね、ちょっと剣が取れたような顔になって、ちょっとね、あのなんかあのサウザーがあの剣士に倒された時の、ね、少年の顔に見てたね。あんたもね、キャバクラバトルの腕はともかく剣画の方は一流やんけ。くく、そりゃそうや。俺はもともとキャバクラ系なんて向いてねえ。こっちの方が専門だからよ。そうやろね。そんな顔しとるわ。がよく言うぜ。お前も同じ穴の無事だろ。うん、月山やつは天才だ。でもこいつも強かったぞ。本当になんかちょっとやばいかなと思ったもんね。本当だが、いつしか俺は月山のご機嫌を伺うこと、ああ、そういうことね。うん、そっか、木塚さん。会話してくれてありがとうよ。ああ、おう、よう分からんけどどういたしまして。ジュピターは閉める。おう、さっき今までサンキューな。うん、うん、お、自分から言いに来た。うん、こいつちいと訳ありな女でよ。再就職先を探してる暇も、あ、時間も惜しいやつなんだ。すごいすごいよ。どん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 、なんかその店のナンバーワンをみたいな、なんか男塾みたいな展開になってきてる。どん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 仲間が、だだてーみたいな感じで。木塚さん、ありがとう。それじゃあ先元気でな。うん、うん、木塚さんもね。え、私最初にうちの連中消しかけてすまなかったな。あの時は死ぬほど言いたかったです。ああ、ヨダちゃん死にかけた時ね。ガッハハ、そりゃよかった。それじゃあべよ。うん、全然良くないですよ。根に持っちゃって。あの真島さん、うん、なんや、本当にいいなら。お、せや。お、もちろんや。おお、うん、うん、精一杯頑張ります。おお、さらにバーチャルキャストがドーン。いいね。元気っ子部門で1位の人に君臨し続ける女。おお、そうなの。こちらこそよろしく。おお、ゆきちゃんはその送電ボイなんとかランキングっていうのをランクインしてないんか。あはは、真島さん、人の価値というのはランキングなんかでは測れないんですよ。そうか。おお、木塚がやられましたか。ええ、ですが想定の範囲内です。もともとあんな素人と全系ファイブスターには釣り合っていませんでしたから。やれやれ、琴美はひどいこと言いますね。それで木塚の始末は。すでに専門機関に依頼してあげます。相手が相手だけに仕事を手伝う。え、そうなの。そうですか。有能な秘書を持ってて私は幸せですね。さあ、もっと楽しませてくださいね、最初のマジマゴルさん。お、スラッカー。おお、さらに10億、しかも100億稼いだぞ。おお、やりましたよ、10億ねえ。これですよ、もうこれだけのために、この瞬間だけのためにやったんですからね、もうね、うん、10億、どれ、おほっほー、11億、ほっほーですよ、ちょっと。どれどれ、じゃあ、早速。じゃあ、ちょっと、スラッカー、あ、でも、スラッカーはもう10億、あれなんだ。じゃあ、喧嘩師、
ダンサーって確かもうないんですよね、あげるところがね。うん、じゃあちょっと喧嘩しよう。喧嘩しは全部解放になってるからね。喧嘩しどこあげようかな。やっぱ攻撃力上げたいな。うん、これ教育基本的なところをまず、ヒートよ、ヒート現象を抑制にしよう、これ、こういう基本的なこと大事だからな。えい、だいぶ強化できましたね。はい、ダンサーだけちょっとね弱いんですね。なんとかしたいんですけど、ちょっと網網がちょっとね、スラッカーも全部解放で、いいですよ。はい、まあ、というわけでね、ジュピターを倒したところで本日はこの辺で終了ということで、はい、これだけ強くなればもういいかなって感じ思ってます。はい、じゃあ、今日はこの辺で終了します。はい、さようなら。